昭和39年10月1日、いよいよ東海道新幹線開業の朝を迎えました。下り一番列車は午前6時発新大阪行き超特急光1号です。当時は特急の一つ上の超特急という種別が実際に設けられていました。まだ夜明け前の午前5時15分東京運転所から回送列車が到着。これが記念すべき下り超特急光1号となります。乗客たちが続々と集まります。夢にまで見た夢の超特急、しかもその一番列車です。この日も NHK は生中継のスタンバイ。矢のように飛び出せ、抜けていこう抜けていこう、風を切って抜けていこう。Yes.